県篠山市の畑にお邪魔しています。今回ご一緒してくださるのはこの方々です。自己紹介お願いいたします。辻明文です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてお隣が妻の京子と申します。よろしくお願いします。ということで辻ご夫妻でよろしくお願いいたします。今回こちら畑にお邪魔してるんですけれども、はい、ここでは何を育てておられるんですか？ここはピーマン。ピーマンを育てておられる、はいはい、今こっちにねピーマンがなってるんですけど、ちょっと行ってみてもいいですか？あ、どうぞ。気になるピーマンがあったんです私。これ見てほしい。これピーマンですよね。ピーマンですよ。こんなちっちゃいんですね、ピーマンって。そうだ、初めはね、初めはこんなちっちゃさで、うん、でどんどん大きくなっていくわけですけど、はいはい、実際このピーマン育てるのって難しいもんですか？ほったらかしとったらほったらかしたようにしかならへんし、自分が手をかければかけるだけピーマンっていうのは、うん、いいのができます。いいのができる、うん、返してくれるんですね、うんうん、できます。はい、それをでもやりがいがありますよね。やりがいあるね。今後、まあ、この農業について目標ってありますか？うん、もうちょっとピーマン増やしていうのと、うんうん、まあ、今あの村も高齢化なったんですが、もう60代が今ずっと60代70代前半が主力なんです、うん、はい、けどもう10年くれたらもう70以上、ね、80近くなってくるんで、だんだん作り手がのまなりよるんで、はい、今村でそういう集落営の組織作って、うん、今田んぼ守ろいでしとくんで、まあ、その辺も力を得てみんなでこうやっていこうかなというのを思うんですけどね。じゃあ もちろん自分たちのピーマンもだけれども、うんうん、ここ全体的な農業も、うん、もっともっとこれから若い方も手伝っていただいて、うん、そうそう、発展させていくと、まあ、ピーマンも村の中でもっと作ってもらえるように、はい、なったらいいかなと思ったんだけどね。いやもう私も応援してますので、はい、これからも頑張ってください。はい、今日はちょっと収穫体験、ピーマンの収穫をお手伝いさせていただいてもいいですか？はいはいはい、よろしくお願いします。お願いします。ふれふれ大きくなるよ。なんか喋ってます。大きくなったらおっちゃんが肉詰めたるで。大きくなったらおっちゃんが肉詰めたるで。あ、農家の方ですか？はい、農家さんですか？はい、ピーマン山下です。お知り合いですか？ちょっとすいません、はい、苦笑いしておられますけれども、やっぱピーマンだけに苦味ばしった苦笑いですね。ちょっと今日もやめときましょうか、収穫だけ。待ってくださいよ。ここら辺すごい、大きいでしょ。大きくなってる、ね、いっぱいよこちら、ほらこれめっちゃ大きい、ほら本当大きいの。ピーマンって私ちょっと初めて収穫するんですけど、はい、ちょっとどうやってやるのか教えていただいてもいいですか？ね、ちょっとこれあの、うん、A が軸ついてますよね、はい、これ あの前の日の前日 あの午前中ぐらいに切る、うん、収穫をするんで、はいはいはい、ちょっとこうここヘタ残して切り寄るんです。残して切る、その日の朝とかそうなったらこれもうここからこう切るんやけど、なんで残しとくんですか？乾燥したりね、するんで、その袋詰めする時とか箱詰めの前にこう切る、最後切るんですね、はい、じゃあ出荷の前日にこう収穫するので、ちょっとここを残しておいて、はいはい、で袋詰めする時に全部きれいに切って、そう、ね、っていうのがピーマンの収穫方法、うん、私はまあそうしたんだけどね、はい、ちょっと私もやってみていいですか？あ、いいですか、お借りして。どれやろうかな。こうしてこれぐらいでいいですか？そうやね、長めの位置を直近、はい、あ、できた簡単に取れますね、うん、直近する。俺もやらせてやらせて、あーうまい、これも立派でした、ね、やっぱ今お父さんがうまいって、はい、違うよ、やっぱピーマン山下さんがやるとうまいって、もうハサミの音が違う違う、やっぱピーマン山下さん違いますね、はい、で、これってそのまま食べてもよろしいんですか？あれ、嘘でしょ。まあ、料理ですね。もちろん料理なんですけど、取れたてフレッシュをちょっとかく、それはあのその日にいいですか、ね、カリッとね、行くのもいいんじゃないか、はい、ちょっと心配そうですけど、はい、いいですか。いやもうピーマン山下さんなら絶対美味しいと思いますよ引っ張るな、おい。いやもう気に入りましたよ、ピーマン山下さん。じゃあどうぞ、行かせていただきます。今食べるみたいなんで、うん、フレッシュ以外でみずみずしいですね、ほんとみずみずしいですね。嘘だよ、いいよ、いつものやつ言っていいよ。フレッシュ出ました、フレッシュいただきました。やっと見せ場があった、うん、あこれ美味しい。甘いですね、苦味よりも甘み、で噛んだ瞬間に、はい、
水分がほとばしる。わあ、水分がほとばしる。ちなみにね、これ今ね、ピーマン山下さんも食べましたけど、もう引っ張るな。美味しい美味しいピーマンの見分け方ってあるんですか？はい、皮が硬いやつであるけど、カンカンになったやつがね、はいはい、あと取り遅れ収穫。あ、それはダメなんですか？うん、そういうのはやっぱりちょっと皮があの炊いたりすると皮が残ったりとか、そっかそっか、生で食べてもちょっとやっぱりね、じゃあちょっとこう、うん、まだ柔らかみが残ってるやつの方が、あんまり柔らかいのはあれやけどね、はいはい、うん、ぜひそういったピーマンの見分け方で、美味しい、もうないじゃん、美味しい、もうフレッシュ、もう最後まで言った、ありがとうございます。触媒所探検隊、今月は J 丹波笹山緑館に来ています。お、こちらですね。うわ、王様椎茸って書いてありますけど、はい、これはあの、まあ、あの出荷者の方が、はい、まあ、自分で誇りを持って名前を付けてらっしゃる、でこちらの側にも椎茸はございますし、ありますね、はい、市販のものよりかなりあの安価で設定されてますので、はい、もうこれからの秋の味覚、キノコ類秋の味覚ということで、あのもうここに売り場に皆さん殺到されます。これだけ品物が良かったらよう売れるでしょう。年中ありますし、金賞原木と両方取り揃えてますので、うちの売り上げを支えていただいてる、はい、一品でございます。支えていただいている椎茸様様、はいはい、まさしく王様ですね。王様でございます。おっと、こちらは何でしょうか。うちの笹山の名産、山の芋。山の芋、はい、これ山芋とは違うわけですよね。あの普通の山芋より粘りが大き強くて、はい、山の、そうです。で、食べ方としては、まあ、一つおすすめはもうそのままとろろ状態にしていただくか、はい、で、あのお好み焼きとかとろろちょっとする場合は、はい、あのどうしてもアクが強いので、はいはいはい、あのだしで伸ばしていただくとか。そうなんですか、はい、これも根菜になるんですね。根菜ですね、まあ、根菜っていうのはやっぱり人間にこう元気を与えるって言いますから ね。特に山の芋については一つのつるで一つしかできない、うん、マジ一つですか、はい、ですからもう栄養価が全部集中してここに、ここに集約されてるという、はい、作るの難しい分美味しいです、うん、美味しいですか、はい、またこれもお手頃価格で、そうですね、うわー、買うて帰ろう。ぜひ皆さんも緑館にお越しください。